佐藤式リンパケア考案者の佐藤です。今日はですね、3分間で顔を圧倒的に引き上げて、ほうれい線もブルドッグラインも改善するケアについてお伝えしたいと思います。リガメントって言って、いわゆる靭帯ですね、ファシアの一つ一種類になるんですけども、組織と骨をつないでるような靭帯になるんですけども、ファシアの中には筋膜とか、もしくは靭帯とか腱とかあるんですけども、筋肉と骨をつないでるのが腱なんですけども、関節同士とか臓器と骨をつなぐものに関しては表情筋にはついているんですけども、筋肉と同じような腱の同じような役割ではなくて、独立としたコラーゲンやエラスチンの組織っていうのがありますので、そこにアプローチしていきたいと思います。リガメントって初めて聞いた方が多いと思うんですけども、簡単に訳すと、顔を引き上げてくれる、顔のたるみを防ぐための杭みたいなものが、いわゆる繊維質の塊があるよっていう話で、それがピュンと張ることによって、これは繊維が細胞でできていますので、その繊維が細胞をふわふわにしてあげれば、ダルンとしてたものもキュッと引き上がるって感じで、そんな感じになりますね。結構皆さん知らないんですけども、顔のマッサージグリグリやってるやつで顔がたるんだっていうのは非常に多いし、まあうちがそうだからなのかもしれないんですけども、それによってたるんでしまいましたっていう意見は非常によく見ますね。リガメントやファシアやっていう、要するに繊維質ですね、コラーゲン繊維、エラスチン繊維っていうのを破壊してしまうと同時に、それを作ってるような繊維が細胞っていうのも破壊されてしまうし、それだけじゃなくって筋肉自体をグイグイ押すから筋肉が硬くなって硬直して、より循環が悪くなってしまうっていうことが原因になってると思います。ぜひちょっとそれをちゃんと緩めていい状態にしたいですけど、はい、具体的なやり方も教えてください。まあもう非常に簡単でですね、胸骨リガメントって言って、胸骨についてる繊維がありますので、頬骨、胸骨、これに沿ってトン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 、頬骨の下のあたりですか？そうです、頬骨の下のあたりをこうずっと沿ってあげる、こんなところですね。で、まあ、撫でてあげて、周りの筋肉も緩む。これで、抗筋なんかも緩んできますので、これでだいぶ違います。張りが変わってきます。それから、抗筋リガメント、ここにカクッと噛むと硬くなる筋肉ね。これの内側に抗筋リガメント。じゃあ、ちょっと触っていって、あ、こっから硬くなるなっていうところをいらっしゃるんですか？そうそう、そこをトン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 で、さーっと撫でてあげる。そして、ここの辺ですね、下顎のリガメント。でこの大体で口角の斜め下ぐらいですね、ここをスーッとこう下顎のちょっと上を下顎の形に沿ってトン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 ってでシュシュ、これだけですね、これだけでキュッと口角、まあ僕は上がりやすいっていうのがあるんですけども、ここキュッと上がるようにできていますので、こういった人間の組織っていうのは意識したものが反応するようにできていますので、筋肉は筋肉、リガメントはリガメント、ファシアはファシアっていうところに意識してケアをしてあげると、生きてますので、彼らはそれが反応してくれるっていう形になりますので、こういったものに関して組織ですね、社長さんとすると、ここの部署に対してちょっと社長さんが声かけてあげるような、優しく優しく声をかけて、君たちよく働いてきてくれてるねっていうねぎらいの言葉をかけながら、さーってやっていくとすごくグッと引き上がっていきますので、本当にグッとこうわざとやってるように見えるんです。勝手に呼吸と上がるんで、まあ、意識するっていうのもあると思うんですけども、勝手にグッと上がるようになるんで、この感覚を覚えていただくと、どん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 反応が速くなっていきます。この違いが少しでも感じられるかどうかってことは非常に大切で、その組織を意識してあげる、何でも一緒なんですよ。自然でも農業でも腸内細菌でも一緒なんですけども、菌っていうのは生きてて調和しているので、そこに声をかけるとか意識を向けるとか触れるっていうことをすることによって調和して、それがどん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 と理想の形になっていくっていうか、応えてくれるって言った方がいいかもしれないんですけども、そうするとこっちも嬉しいじゃないですか。気にかけてる子供たちにトントンって言って声をかけてあげると帰ってくるんですよ、やっぱりね。だけど今やっぱりほったらかしにされてるので、その子たちは余計嬉しくなって返してくれるって感じになりますから、こういったことをちょっとね、新しい言葉を覚えたら、新しい言葉に対して自分でもちょっと調べながら、のリガメントっていうのをケアしていってあげるととてもいいんじゃないかなと思います。じゃあ反対側もちょっと場所を押さないといいですか、はい、ここの骨をちょっと触れます。骨の下のラインをトン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 ですね。で、なで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 で、抗菌、グッと噛んで抗菌の前面をトン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 で、なでなでなで、本当に簡単ですね。で、口角の下をトントン。で、なんでなんで。これだけです。
これだけで顔が上がって、ほうれい線とか、ほうれい線とかそういうのも薄くなっていきますので、その変化を感じていただく、なんかほうれい線ひどいなとか言わずにですね、あ、本当に綺麗になったねとか元気になったねとか明るくなったねとかいうことを自分に声をかけて、自分を可愛がってあげて、そして逆に今度可愛がられた方になって喜んであげるということをすると、どん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 組織たちが元気になっていきますので、ぜひやってみてください。今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画良かったなと思ったら高評価ボタン、それからですね、感想やご意見などありましたらコメント欄の方によろしくお願いいたします。それからですね、チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。